大谷荒助の自画像大谷晋介から1932年は、茨城県旧中,中郡勝田村出身の起業家。初代条約を経て、二代目勝田村村長となる。竹平鉄道の付設、及び、常磐線、勝田駅の誘致に尽力。君七東女君、青色東洋省。1897年2月、水戸平間の常磐線が開通し、地域の佐野村高場に、 沢駅が設置された。しかし、勝田村の人々にとっては、沢駅は遠くてその恩恵を受けることが少なかった。当時の勝田村長であった新助らは、水戸と沢の中間にある勝田村武田に停車場を設置することを、日本鉄道に請願した。これに対し日鉄側は、勝田と山、浜地方を結ぶ京弁鉄道敷設を条件に、その設置を認める意向を示した。 1902年頃のことである。竹平鉄道は、竹田を起点とし、勝倉、金神、三丹田、中野村柳沢、港町を経過し、平井草を終点として、資本金17万円、株式総数3400株、うち680株は発起人が引き受けた。筆頭株主は、190株を引き受けた、新助であった。竹平鉄道の目的は、 海産物、タバコ、夏の海水浴及び、海への降落客等が消費する、貨物輸送と常磐線を結合させ、市場を拡大することにあった。また、武田、勝倉、三丹田近所地区の経済的発展、産業の進展を狙いとした新助の企画であった。1907年7月、竹平鉄道株式会社は、 港鉄道株式会社に改組され、1910年に勝田駅が設置された。勝田駅が新設されて、港鉄道への関心は薄らいだのではないかと推測される。1909年、経営から身を引き監査役に就任。1913年12月、港勝玉の工事が完成し、12月25日に開通式が挙行された。 港鉄道株式会社の創設来日に6年の歳月を要したのであった。その原因はいくたあったが、地域との関わり、地域住民の理解と協力の問題、用地買収をめぐる問題、資金、株主募集の難航、日露戦争に影響等々が推察される。これらの功績を称えた検証費が現在勝田駅前の一角に混流されている。 検証日前での集合写真現在の検証日、ありがとうございます。